ましたのは、葛飾区の地域プロモーションのために区のクリエイターの方が作成した映像となります。すごいな、ああいうの作っちゃうんだもんね、まさにクリエイター。あれなんで、すごいポップでさ、面白くてさ、なんかおしゃれでさ、はい、音に回ってるんですけど、楽しかったんだけどさ、はい、なんか人が出てきた、なんかこういうなんか人なんじゃないの、はい、書いてて、おそらくでも、ね、違うのかな、ご本人だと思って作った方の可能性がある。うん、わかんないですけど、もう思わず出ちゃったんだろうね。花巻最高っていう気持ちがやっぱり出ちゃったんだろうね。再生ボタンを押さしたんだろうね。ね、結構細かいところ、なんかこう太鼓を叩いてる、区の太鼓を叩いてる方々の影に、あのシルエットがそうだったんだ。あ、動いてた、あれ太鼓を叩いてる感じだったのね。はい、ああ、なるほどなるほど。グッときたね。このでっかいのでこの暗闇で映すこの贅沢さですか。はい、そうですね。ね、これはもうすごいね。しかもあのさ、マス目を上手に使ってみたいなご苦労がさ、はい、見えるから、皆さん建物のこの感じわかりますかね。この独特のこの形をちゃんと利用して、はい、でちょっと何見ますか、マーさん。これ何ですか。これは何、ちょっとなんかさ、板チョコみたいな感じで見えますね。板チョコに見える、確かにそう。そう、これもすごく計算して作っている。そうなんでしょうね。すごいですね。ちょっとでもずれたらあれなんでしょうね。合わせたりしないといけない。はい、あ、綺麗、すごいポップ。いつもこういう色にしてたらね、学校じゃなくなっちゃいますね。学校じゃなくなっちゃいますね。すごい。そしてマンさん、はいはい、実はですね、この今回この投影は既に4回投影が行われるんですけど、4回やります。はい、はい、ここの時間帯から来た人もいるかと。あ、そうですね。あ、そうです。どうも、吉本興業の井上マンと申します。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、私シンガーソングライターの日向奈穂子と言います。よろしくお願いします。日向さん、ね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと冷えてまいりましたね。そうですね、風などお召しにならないように。雨止んでよかった。そうですね、本当だ。ちょっとです、うん、皆さん、あのちょっとずつですね、入り口付近がどうしても混んでしまうので、はいはい、ちょっとずつですね、気持ちこう少しずつずれていただけると、ね、入りやすいよ。ちょっと注意事項を説明しようと思いますね。今日なんですけれども、皆様こちら会場内全部あの禁煙になります。はい、全面、はい、ご協力お願いします。はい、そしてお手洗いなんですけれども、公園ですね、奥側のところにお手洗いございます。そちらをご利用お願いいたします。はい、お願いします。はい、それから今日なんですが、皆様ゴミは各自でお持ち帰りいただきますようお願いいたします。はい、そして最後です。今日この会場内、撮影 OK でございます。ね、ぜひ拡散していただきたい。明日もありますし、ぜひ明日もあるので、ね、この金町のね、町にね、こういうものが、こういうイベントがあるんだっていうのを、ね、ぜひですね、いろんな方に伝えていただきたい。すごいいいですよね、この広場がある町って。ね、広場というか、まあ、こう大学ですけれども、うん、こういうふうに、ね、こういう機会で、はい、大学でプロジェクションマッピングやるって聞いたことすごいことですよね。ないですよね。本当だよ。ぜひ、はい、拡散していただければ。注意事項に関して質問があるんですけど、はい、どうぞ。今夜恋をしても大丈夫なんですか、皆さんは。どういうことですか。新しい質問ですけど。お祭りですが、それあるでしょ。なるほど、ええ、あ、そうですね、ロマンチックな回ですから。確かに、そうなんです。今日からライティング、金町が。そういうことだよね。そうなんですよ。そう、恋はしてもいいと思いますけど。でしょ。20年経った時にさ、夫婦で歩いてる時に、あ、そういえばこの季節になったねって言って、あの時の金町のライティング、あの、はい、あの巻きにしましょうって言われました。何なんだよ。それではですね、結構いいこと言ってたじゃん。何だ今の。ということで、あの次はあの学生クリエイターの作品に移りたいと思います。はい、お楽しみください。はい、学生クリエイターとプロの作品を融合させた作品がついます。はい、それでは長らくお待たせしました。はい、皆様ご準備はよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。それでは参りましょう。